ではですね、WWE、本日3戦目いきたいと思います。ヒロナムダ VS、ウサギ・ツバキでお願いします。さあ、本日、素体2人目、ニューの次は、13の次は11ですかね。行ってもらいましょう。準備ができたらスタートボタン押してください。さあ本日3戦目、いきたいと思います。ヒロラムダ VS ウサギツバキ。さあお互いがお互いのキャラをどこまで分かるかといったところなんですけど、正直俺がわ、ヒロケがもう首打ってる、わからん、多分ウサギもわからん、じゃあお互いわからんってことで多分、大丈夫そうですね。大丈夫か大丈夫じゃないかって言ったらおかしいんですけど、さあ初手突っ込んでいって相打ち、立ち入れ高めて 4D、トライギャバリー、あ、トライブレードですね。さあ暴発、お安く済ませる、走る走る、椿が走る、さあここは踏み込んでからの FC がスパイク当たっちゃうが、タイルがじわじわ削られる。さあ普段やってるニューというキャラクターとちょっと違った場所から D が飛んでくるんですけれど、その他もろもろ他の必殺技の性能をどこまで把握できるか。さあここでワンチャンス掴んだらつらいか、走り込んでここはカウンターサルト、 2D 迎撃は間に合わず FC が落ち込んでいく。さあ1本取ったな、ヒロナムだ。俺の滑舌の悪さだとエクシードとエクシガがさちょっとね。さあ開幕土華麗にぶっ込んでいく、オーバードライブ、立ち身が当たっちゃう。ここは美味しくなったのはラムダ側、2D 迎撃からの 4D、 スパーダスパーダスパーダ、中段高が3発目で立つ。 6A フェイタル、フェイタルコンに行く。ここで体力が横並びに行きたかったでござる。投げて崩して土から、まだ死なないが、さあどう出る、ジャンシーから、あ失礼、ジャンピーから、ここは重力目の前に張って走ってくる。オーバードライブバーストしてお漏らししちゃう。さあ島に合う。さあ11、裏回ってから D、 とりあえず重力出して 6D4D からさらに補正が切れる。 4D から当たって DD 踏み込んで走り込んでくる椿、D で笑ってスパイク 6D から迎撃、オーバードライブ、ここは XC が当たる、線が突っ込んできて画面端付近置き攻め、絡みはしっかりガードしてタッチスタートコンボ見せるが、なんかいろいろ当たる、空投げ 6C からまだ死なない。さあラスト6攻め、テータが通る、ここはバーストケアしている、しっかりと殺しきり、 1勝目取ったな椿。D 翼ラピーだよな多分な、 C 翼じゃないよな多分。さあ2試合目、1戦目はお互い様子見、そして相手の技の把握といったところだったんですが、走り込んでオーバードライブ、
2B スカットの方逃げようとしたところに 2A が当たっちゃう。ここはコウモに行く。 D 下がってトライブレードからダウン取ってチョークで投げる。 6C 重力重ねてスパイク重なって 4D からさらに中段タック続く。さあそのまま押し切り。さあ見てる俺もどっから中段が飛んでくるかっていうのが未だに分かってねえからな。さあ 6A のスカリ B が刺さる。しっかりと押し引きできている地上戦。ここは FC が下がっていく。カウンターさえしなければ本命にはならない。ずらしたクレセントが刺さって、ここはガーキャンオーバードライブが刺さる。三振に始めしっかりガード三振刺さる。D 刺さってスパイク重ねから 4D 上からかぶせのあった 2D 対空の上飛ぶ。さらに土で補正切り攻め系にもなっています。画面始まり吹き飛ばして受け身取れたように見えたんですが、ここは駒投げ上逃げはしっかり潰して、ここバースト入っていく。レガシーは飛び切れず翼で落ちようとしたところ 2D が迎撃してある。しっかりとさあ 4B、 あ失礼 6B だ、ごめんなさい。中段タグはここは線が噛み合った形。さあそのまま殺しきり 1-1。さあ未だにニューのニューじゃない、ラムダの中段のことを 4B って言っちゃうんですけど、 6B なんですよね。何回もあれだ言われてるんですけど、つい言っちゃうんだよな。さあ試合間とは1対1になりました。まだまだ序盤戦ですね。お互いわからない感じ。チャージ遠距離戦、とりあえずお互いファーストタッチを手探りで探す。スパイクガードから 6B 中段卓走ってくる椿、それに対してしっかりいなしていくラムダ。アクトパルサーから投げを崩して、ここは D 刺さるが 4D でさらに補正が切れる。画面端踏み込み 3C 当たって踏み込んで FC がガードは間に合っているが、やはりその半角の仕方がまだ分かってない。 2A 3C トライブレードラッキャンからのコンボ、トライスタートはそこそこ痛そう。そうですね、結構痛そうですね。しっかり1本取っていく。立ち見B 追加に対してここは B かくらない。 XC が 6C シックルから画面端 2D に対して D 線突っ込んでくる。ここで体力まくり返して置き攻めたく、スパートだ。さあラッキャンからのゲナンからの投げはしっかり届いている。下がっていく FC が 2D 迎撃しっかりと重力張って、とりあえずバナナ走り込んで目の前チャージ、プレッシャーかけていく。 6C からオーバードライブジャンシーと A 相打ち、 D 戦からの D1、ここは D ホームラン OD バンどうなすげるすげえ言った。さあ 1-1 の状況、開幕剣が刺さってバースト吐いたのはラムダ。痛いコンボをもらわなかったんですが、ここはジャンシーが飛びに刺さっちゃう。 DC はしっかりガードして踏み込んでくるジャンシー。 C さあ空中ヒット引っかけて、当ててかぶせていく。 2C 頭無敵多分ついてるかもしれない。 FC 間違えた、エスパータですね。キャバリエで飛ばして画面端コンボ前転しっくり重なって 3C スタート、まだ分からない。
6C から飛んでいる、重力があるからいけないが、オーバードライブ、 C かぐらない、なあいろいろ噛み合って、ここは殺し切りますね。さすがに無理ですね、この体力で残ったら血管品だわ、さあこれで、ツアー2本目あー、わかんない、俺もかくるかくらない微妙なラインだったと思う、あれ。さあニューに比べてラムダの方が中段の方、中段の技が、結構豊富なので、豊富というか、まあ、スパーダなんですけど、まあ、あれのおかげでどっからどうこうっていう、俺も多分実際やってみないとあのスパーダの対処方法わかんないんだよな。さあ試合間とは1対2、踏み込んだテイダジャンシー、早めのバースト切り返してくれ、とりあえずターンを作り直したい。 4D からアクスバルサー 6B 崩して、ここはバースト、お互いバースト入った形になる、 D 線突っ込んできて画面端運送、やっぱり強い XC が、しかしカウンターさえしなければ大したものはつながらないはず。 4D2 段当ててから画面端、 6C 重力で締めて前転も許さない、キャバリエからここはあー中段からのラッピアン、さらに 6B 中中タク、さあそのまま押し切り、画面端はかなりの地獄感ありますね、1本取ったのはラムダ、開幕2ミに対して土が突っ込んでくる、 6A はギリギリ重なってない、逃げるラムダを追う椿の形、ジャンシーシー当たって画面端、ディレイ 2A から下段竹、そして土、さあもう一度土、押し返したラムダ、ここはカウンターされた、画面端切り返していきたい、踏み込んだテイダー 6A 迎撃、画面端から逃がしたくないからバースト使ってさらにくん投げ、画面端からどうなるか、さあテイダー読めている、 6A 置いてある、しっくり当たらないが、その後の D 刺さっちゃう、仕切り直しの状況から D 刺さって2段からラピって画面端、キャバリエ、ザニー D が飛んでくる、とりあえずバナナ、あーっとこれは暴発した感じ、さあバナナ刺さる、いちいち、B 刺さってここはバースト、早めのバーストターンを逃げらせたくない、 6D 刺さって XC がジャンビーでカウンター取れる、タジビーから土、A でとがめて、その後の 2B が本命、ここは 2A で押し返して、さらに 6B で補正切る、キャバリエで飛ばして 6C、 XC が下がる、目の前チャージ、ジャンシーシーかくっちゃう、すげえな D、 あれで簡単になるんだ、すごいなこの硬直、 D 土からここはカウンターサルドで飛ばして中間距離押し返してオーバードライブ、うわーなんだこれ多分ヒロ君がクレセントを入力してウサギが多分逆に走ったせいで D が逆の方に出て、さらにウサギの C 追加が逆方向に出たのかなさあこれで試合カウントは1対、3になりますかね、3だよね、1の1の3だよね、そうだね、さあ先に折り返し取ったのは椿ですが、ここは 6A 対決しっかり見てる、ここはバースト使って拒否る、画面端一旦踏み込んでオーバードライブ、エクシードは読んでいる、 6B 当たって1入れ直して画面端背負わせたかったんですが、追っかける追っかける、椿が追っかける、重力使っていなしていく、 2発目当たってここは押し切り、画面端 A でとがめて
画面端から逃げたいでござる。投げが通ってインストール回収パーツ画面端位置。うわお互い手出した。ジャンシロが強い。そのまま押し切り。さあ一旦捕まるとラムダもかなり逃げるのしんどい。カウンターサルトもしくは DD 使って何とか逃げたいんですけど、そこに至るまでが長い。重力使って追っ払う。追っかける椿逃げるラムダ。 6A はしっかりとかわしていけ。ここでジャンシーが外にバースト。スパイクもう一度スパイク。今度はスパイク当たるがタッチに届かない。うわさあいろいろある。たまりダミー引きずり下ろして、ここは投げの選択肢。落としていく画面端 6B から土からの手だ。タックからの効果カウンターされた。 XC がまた間違えた。ごめんなさいスパータですね、いつも間違える。 3C 暴れてトライ当たるが中段当たってトライブレード。重力設置からの 4D。体力はほぼ五分の状況から遠距離でラムダがチクチク削っていく。捕まえて捕まえて、どっかでどっかで中段通したい。 D 刺さってトライで突っ込んできて、ここは当たる。 6C DD 2DD から天の威嚇陣。さあこの仕切り 1-1。 やはりここは反応できず中段サウス。ああ三振使って2発ぶつかる。三振あ失礼タッシーからここは 4D 補正が切れる。スパイク 2D で迎撃。 D 刺さってトライ、ごめんブレードな、直でブレードくるね。 6B 刺さってキャバリエオーバードライブ。3C からエクシード、足りねえ。エクシードじゃ足りなかった。ドット残ってワンチャンス掴んだら椿シードに初バトル。ここは立ち暴れしっかりととがめる。2対3ですかね。なんかあの響きのめくり中段のあの技になんかちょっと性能が似てるような感じがするんですけれど、さあ試合会場2対3、依然リードは椿側。 6A 直ってからここはタッチ C からの 4B からの攻め系 6B、 ここでバースト 2DD から走り込んで、ここは止まれずスパイク刺さる。お互い空中もみきとなって D 線が突っ込んでくる。これバースト 6A のスカリ、2回目の 6A は間に合わず。画面端この距離の攻防、カウンターサルト逃げて追っかける、逃げかける前転 6B から逃げ暴れは D、 あ失礼通常筋で潰される。画面端前転からず、とりあえずエクシーが逃げる。うわーお互い1位で勝ったからまたかも走ってる。 3C から逃げダウンラピッてシックル繋がらない。耐えるコブコブの状況からしっかり、ここがカウンターされた。とりあえず目の前バナナ逃げで押し返して、さあまだ死なないが動いたとこにシックル刺さる。生地遅いからちょっと逃げたくなっちゃいましたかね。さあこれで1本取ったのはラムダ。 6D 刺さって D 牽制、 D 牽制スパイク D 刺さって 6D、 4D から目の前 3C 刺さって2段前転はしっかりとがめられてる。目の前落ちて
6B 当たって XC が逃げる D 刺さって 6D 迎撃してる 4D からシックル 6B 出して槍打っていくが3射までバックステからジャン CC 突っ込む天の雷ガードからのここは投げはバータイでしょう。オーバードライブ踏み込んでくる B かぐってコンボミスするジャンシーカウンターサルトシックルからここはカウンターサルトを見込んでたんですが打たず線からのディレイラピゲダンさあ一本取り返すデーダぶっ込むさらにコマ投げ早いXCがしっかりジャンピーで潰していく画面端 A から土で補正切りさあインストール開始パスもう一回画面端テーダタク3発目にバーストあーっとなんかいろいろ使える裏から土が刺さってそのまま押し切りリーチをかけたら椿さあ試合カウントは2対4となりました、リーチがかかったのは椿側6D 開幕ジャンプをとがめていくさあジャンプをちらつかせて上から行くアプローチを見せつつも本命をどこから通したいしっくる DD 触ってスパイク立ち置きここは踏み込みが刺さっちゃう画面端ならかなり痛そうキャバリアがいてんだなこれ多分さあ画面端もう一発うおーさあニューと違って目の前に出るんですよねこのレガシー通常戦ここはバーストしちゃう 4D 下がってここは2段当たるさあバースト犠牲に1本取っていくロケ立ちから 6B 立ってるこちらも立っている立ちビーとジャンニシー相打ち受け身を取ったところに鎖が置いてある2回目の鎖ジャンプで飛んでここは画面端を押し付けたい立ちのモーション多分見えたとがめたな椿の立ちビーさあ画面端 6B から上からかぶせて手枝さらに続くラピカンから攻め系コマンあ失礼通常ですねまだ死なないが状況有利作ったら椿手枝が噛み合うここで殺せ116D から 4D 当たって画面端拾い上げてシックル 6C から置き攻め重視ちょっと待って下段卓 6C からさあさらに続く画面端の置き攻めループ 4D2 段からのキャバリエまでしっかりあっという間に椿の体力がないでござる 4D 当たってシックルカード DD 刺さってドット残るがカウンターされた 2DD 迎撃 4D 6B ホット切っていくさあここで3対4
さあ試合カウントは依然椿リーチのままですが、流れを持ってきそうな今の一本でしたが、ジャンビーファーストタッチは椿立ち合い。さあここはリバースオーバードライブがバーストになってしまう。6人刺さって6人刺さってちょっとずつラインを詰めていく。こちらは中段バースト合わせなかった。ディーセン突っ込んでくる。画面端逃げることの成功はしっかりしっかりガードしてる。あーごめんなさいクレセントだ。ゲージ使って画面端キャバリエ 6C DD2DD から立ちのスカリ。ここは出っ放しが構想したが土から DC スカットのこの上からジャージかぶさる。 D アリパーツ。さあここでリーチをかける。インストールしたとこ 4D 刺さって、ここはお見合いに先に手出したのはラムダ。 DD から2ダウン置き攻め重視 6B から、あーごめんなさい、6A からな、 B なんだよなあれな、ちょっと間違えるな。前、前受け身前手から、ここは XC が神やっちゃうが痛いもんもらなそう。上からかぶせて 6B 暴発ギリギリなんとかなるか。立ち D から2段当ててバリエ重力張ってしっくる目の前8 D から2段2段目上げ段、うん、さあここはアクティブフローがついてるのでカンソールしてるでしょう。さあ11オーバードライブ。さあ押し切ったのはラムダカワ。着地に 4D 6B ガードしっくり、あ上の方すげえあんだな。 8C から 4B 当たって流れはラムダ側、一気に画面端へ。 6C から XC が地面ちょっと距離を離してスパイク重ね、しっくり 4D2 段当ててしな死なないね。線が、あ、これ線、D 線が当たる。画面端、1で帰る。さあ、残り体力1割の椿が、ワンチャンス掴んだ形になるが、前転。踏み込んで、ここは A から 3C 最速で置いてある。しっかりいなす、4対4。さあこちらも BW3 戦目も4対4のお互いリーチのイーブンまで持ち越しました。さあ先にリーチをかけたのは椿だったんですが、流れを持ち越して4本目まで持ち返したのはラムダ。さあ最終戦9試合目どちらが取っていくか。チョークで投げる。さあファーストタッチはラムダが一気に画面端へ。ダメージよりも上級通し。 4D はジャンプで飛ばれて、こちらも画面端位置入れ替えていく。オーバードライブエクシードスカって立ちへとがめて投げ抜けてしっかりいらしく、ここはエクシーが逃げていく。前転から 6A 当たって画面端のコンボ。さあ目まぐるしい展開の入れ替えから制してるのは椿川。カウンターサルト 6A 空中ヒットキャバリエで飛ばして体力差はほぼほぼない状態で、とりあえずバナナ D 線突っ込んできて、ここは D 土まで入れ込む。バーストしてキャバリエガード光で突っ込んできて、あ、翼で突っ込んできて、ここは明かりが置いてある。踏み込みに弾が置いてありました。さあ1本取ったら椿
サバリエ突っ込んでくる。さあピョンピョンしてるのは椿川。ジャンビーを強い、置いてあるジャンビー、ヒット確認からコンボに行く。画面端逃がしたくない。タッチがめり込んで結構痛いパーツもらう。体力半分溶かされる。かぶせて 6B から土ガードして 6B から土土タッチから 6B 土。さあ踏み込みには逃げが打たれ 6B 空中ヒット。画面端リレー緊急取ってスパイク 6A から、ここはカウンターサルト。エクシーがあーっとカウンターサルト負ける 6B。 キャバリエここで体力並ぶ。目の前投げて力バーストして体力残り1割切る。とりあえずレガシー 4D からここは投げつり刺さる。 FC がカウンタースタート。置き攻め重視 4D 刺さる。さあ1-1最終戦。タジビーからさあここはエクシーガーさん、こういう先方からですね。なるほどなるほど。ジャンビー刺さってエクシーガーからのキャバリエずらしていってクレセントガード 6B でついてくるが2段目当たらない。せっかくクレセント D 線ついてきてタッチと逃げ合うち D 刺さって2段目ガード。さあここの攻撃さ俺もちょっと分かんないな。6B が当たって体力リードはラムダ側。 6D 刺さってスパイクは上から飛んで空投げ。まだ死なないかな。さあどうなる。あーっとここでチューチューのタクバナナ置いて鎖が刺さる。確定ですかね。これはしょうがないね。ということで5-4ですかね。勝ったのはヒロニュー、あ、ごめんなさい、ヒロナムダンナム様でございます。